3月の FIFA ワールドカップ2026アジア2次予選権 AFC アジアカップサウジアラビア2027予選に臨むサッカー日本代表メンバーが14日に発表される先の AFC アジアカップ2023に出場した選手の中で今回は現状到落戦場にいる選手をピックアップして紹介する成績は11日時点のトランスファーマーク等参照三苫香ら今季絶望の選手は船外 d f 菅原幸成 AZ、オランダ、青年月日、2000年6月28日、23歳、23、24リーグ戦成績、21試合1得点5アシスト。日本代表通算成績、11試合1得点1アシスト、菅原幸成にとって A 代表では初の国際大会となった AFC アジアカップ2023は厳しい大会だった。 森安一新体制となってから不動の右 SB に定着していた同選手だがグループリーグ初戦のベトナム代表戦と第2節イラク代表戦にて守備で不安定な一面を露呈マイクマセイヤセレッソ大阪にポジションを奪われると最後まで出番は訪れなかったこの大会で明らかとなったのが日本代表の空中戦の弱さである 左から伊藤洋樹中山雄太、冨安武博板倉孝と並んだときにどうしても右 SB が菅原と舞熊では跳ね返す能力が足りない、イラク代表戦とイラン代表ではそこを狙われ続け、空中戦で分が悪いところから起点を作られた。これを個人の質で改善するのであれば、本当にルートンタウンへと移籍した橋岡大輝の招集が現実味を帯びてくる。 プレミアリーグという新たな環境に身を置いた24歳の DF は、184センチメートルと上背があり、菅原やマイグマとは違う個性を持っている、今後アジア諸国が AFC アジアカップで露呈した日本代表の弱点をついてくるのであれば、橋岡の起用が増えることが予想され、逆に序列を落とした菅原が倒落線上となる可能性もあるだろう。 d f 富安武博アーセナル、イングランド、青年月日、1998年11月5日、25歳、23、24リーグ戦成績、13試合1得点1アシスト。日本代表通算成績、41試合1得点2アシスト AFC アジアカップ2023での富安武博の活躍は素晴らしかった。彼がピッチ上にいるか。 いないかで守備の強度は大きく変わり、それはデータにもはっきりと表れている、不在時の143分間で5失点を喫したのに対し、出場していた307分間では3失点に止めた。日本代表で見事な活躍を披露した富安だが、大会後に行われたアーセナルの試合ではすべてメンバー外となっている、3月11日現在。ニケル・アルアテタ監督は2月中旬に 代表チームから帰ってきたとき、少し問題を抱えていた、と明かし、複数のメディアでも2月末までの復帰が予想されていた。ところが3月となった今でも戦列に戻ることができていないのが現状だ。指揮官は4日の会見で、彼は復帰に近づいている。すでにフィールドの上で練習を行っている、とコメント。 日本時間3月10日に行われたブレントフォード戦では復帰とならなかったが、13日に行われるウェーファチャンピオンズリーグ、CL、ポルト戦での復帰の可能性もあるという。仮に復帰したとして、その翌日に行われる日本代表のメンバー発表で富安の名前は呼ばれるのだろうか。FIFA ランキング114位の北朝鮮代表との戦力差を考えると、 怪我が続いていることから大事をとって、守備の要、をメンバーから外すという選択肢もあるだろう。